おはようございます。昨日事務所をちょっと整理してたら、討論会の時の資料がありまして、その資料の中に皆さんからたくさんいただいてる質問のリストがありました。これちょっと答えないと、質問書いてあげ、書いていらっしゃった方に申し訳ないなと思いまして、ちょっと今朝一番に収録をしているところです。かなり内容が長いので、長いですけども、まあ、重要な、投票する上でかなり重要なことがたくさんありますので、辛抱して見ていただければなというふうに思います。まあ、一つ目、70代の方で公共施設の維持ということを言うことで、まあ、公共設備インフラ維持管理がおろそかで、壊れるまで手をつけてない状況が続いてますと。公共施設に関する維持管理に対する 方針をお聞かせてくださいということで、まあ、これはですね、本当に細かく、正直職員が理解してないっていうのがかなりあります。でそういった時にいろんな専門の方に話を聞いて、まあ、計画を立ててるんですけども、計画を立てたままで、まあ、実際にそれをやってないと指摘されるまでですね、議員とかからやってないことが多いので、本当はね、エージェント係っていうのが町役場の方にありまして、そちらの方で維持管理をすることにはなってます。ただそこまでそういう細かい計画が伝わってないとかっていうのがあります、実在としてです。あと、まあ、人が足りないというのがあります。なので、まあ、解決策としては建設水道課さん含めてやっぱ人を増やすべきだと思ってます。これはもう人を増やして予算をつける、まあ、これに限るんだと思います。で、2つ目、60代の方、アクアスの運営についてということで、今後のどう運営していくのか、これはまず、アクアスが再生できるかどうか、まず検討しないといけないと思います。でもう4、5年ぐらいちょっと赤字が続いているので、赤字って言っても、まあ、町から運営費、まあ、人件費とか電気代とか全部町からもらった上で赤字なんです。なんで普通の民間の人たちが考えている赤字とは全く別で、経費はもうすでに町から補填されてます。その上での赤字なので、かなり悪い赤字です。で、3つぐらい私案を出してますけど、まあ、それで経営が回復するようであれば、大型修繕、もしくは建物を壊して建て直すのをやるべきだと思うんです。ただ今のままこう集客が落ちてるのを、またお金、すごくお金かけて建物を建てても、まあ赤字になるの見えるので、建物が新しくなったからといって人が来るのは多分、まあ3ヶ月とか半年ぐらいだと思うので、だからそこの見極めをするためにも、まず経営を上向きさせる、ずっと落ちているので、上げる、この上げが見えた時点で、まあ、判断をしようかなと私は思っています。で、4つ目、40代の方、食と景観の条例ということで、前そういった条例を作ってるんですけども、街並みを今後どのように整備していきたいですか。はい、この条例、私詳しく読んではないんですけども、まあ基本的に、まあ緑を残そうという多分内容だとは思うんです。で、まあ、その件で言うと、太陽光パネルを町役場駐車場にがっつり置く、またその後に田んぼの上にどんどん太陽光を乗せていくっていうのは、まあ景観としてはかなり機械的な感じがするので、もう私はもう全くやりたくないです。5つ目、町内の整備、クリークや空き家について具体的な取り組みを発表していただきたいと。クリークに関してはこれはもう本当予算だけの問題です。もう本当にもうこんなに分厚い要望書があってですね、でそれをまあ優先順度をつけて
まあ、特に何ていうの、優先順位をつけて危険なとこからやってるっていう感じなので、もう本当これはもうお金の話だけの話だし、なのでお金をどっから持ってくるかという意味で予算を増やさないといけないということで、まあ、私は予算の波のような予算編成ということで、述べてますので、そこちら見ていただければと思います。空き家に関してはもうボロボロで壊さないといけないようなところはもう本当に役場の方も所有者というか、まあ、だいたい息子さんとかお子さんとかに連絡を取ってるんですけど、まあ、ほとんど無視されることが多くて、そうなると、まあ、最終的には町がお金を出して壊すかっていうところなんだけど、その、まあ、まあ500万から何千万の金額を町が出すべきかというところで、一応法律的には確か、3年ぐらい放置されて、ちょっと分かんない、2年か3年ぐらいいろいろこう連絡を取っても無視されたりとかする場合には、まあ、強制的に壊していいようになってるんですけども、その費用を町が持つっていうところで、まあ、今のところ一件もそういう町が手を出したことはありません。なのですけども、まあちょっと悩むところですね。まあ景観、まあ、いわゆる危険箇所に関しては危険がないように町として手当てはするっていうのは、まあ多分やる、私もやると思うんですけど、費用全部町のお金で壊すか、これはちょっとまあ考えたいところです。で、そこまでいかなくてもまだ使えるようなところの空き家は、まあ嬉しいことにほとんど、まあ、賃貸で借り手がついているので、特に新規農業の就農者とかああいった方だったら借りてくれているので、そういういい物件に関しては心配いらないと思ってます。で、60代のマイクログリッド事業について、推進するのか検討し直すのか中止するのか、その理由、私は中止をします。まあ、中止をする理由としてはもう何回も言ってますけども、まあ、土地を、町の土地をタダで貸して、出資金も出して20年間電気代を今までより高く払わないといけない。もうこれはありえません、私には。で、次にまたこの方もマイクログリッド事業に関してなんですけども、そうですね、まあマイクログリッド事業を中止した場合、それに代わったどのような取り組みをするのか、まあ、そういったブランド戦略があれば提示をしてくださいということなんですけど、まあ、まずすいません、大木町が環境のブランドがついてるって思ってらっしゃる根拠を聞きたいんですけど、確かにその町の広報誌とかにかなり取り上げて、広報誌はこれは自分らで作ってることですけど、作ってる雑誌なんですけど、これには確かに取り組みをよくしてるっていうふうに書いてあります。テレビ等にもね出るじゃないですか。あれは町の、まあ、部署でこっちからこう営業にかけてるわけです。こうで、それでまあテレビとかに出てるので、やっぱり環境を売りにしたその、まあ、放送になってると思うんです。で、実際、まあ、私は、まあ、正直その、まあ、福岡住んでたりとか東京住んでたりとか、まあ、海外住んでましたけど、まあ、正直大木町の名前は誰もほとんど場所も分かんないです、皆さん。で、まあ、周辺の人たちは知ってるでしょうけど、まあ、正直皆さんも、まあ、なんとなく環境の町だって大木町が言ってるのでそう言ってるだけであって、正直日本全国環境の町だって、環境の市だっていうところもたくさんあります。はい、そういう自治体が。なのでそういう細かいところにはこだわらない方がいいと思います。はい、まあ、他にそういうブランド認知度、まず町の名前が知られてないですから、まず全然、まあ、そこから始める必要があるというふうに思います。で、運転免許証返納者への移動支援について、これは、そうです。私が考えてたのは、
デマンドタクシーっていうのを考えてました。まあ、いわゆるその電話なり、まあ、あのネットで連絡を取って、ここに迎えに来てくださいっていうタクシーのスタイルでも乗り合いだという、一人だけはない、その代わり料金は安いですよっていうタクシーのことを考えてました。ただまあ担当の課長さんといろいろやり合った中で、やっぱりそうですね、年間、まあ、コミュニティバスだと、大体うちのバスだと2500万ぐらい年間赤字が出るんですね。どうしても今までのやり方でやればですね。でまあ町長が航空ごとに、そういったシャトルバスみたいなのを準備するって言ってたので、私もそれ以後はあまりその件は触れなかったですけど、そうですね、まあ私はもうそのデマンドタクシーをやりたい。ただ一つだけ、まあ懸念が、いわゆるタクシー会社が一件あるじゃないですか。だからそこに、まあ、民間の仕事を取るというふうに思われるのは、やっぱり公共の立場としては良くないので、まあ、その辺がちょっとね、まだはっきり私も断言できないところの理由の一つですね。で9つ目、少子化対策について、各候補の少子化対策をお尋ねしますということで、そうですね、これは少子化対策に関しては、これはもう、まあ、町が取り組んでどうのこうのという話ではもうないです。これはもう全国的にそうですし、まあ、国の支援のとかを見ながら、まあ、それに合わせた追加の支援とかできるとかやろうと思いますけども、基本的にそこはあまり手を入れるつもりはないです。ただまあ、その代わりにどちらかというと、個人個々の所得が上がるように、今、幸福度が上がるように、こっちを注力をしたいというふうには思います。で、10個目、子育て支援について、まあ子育て支援っていうところを言ってるのが、まあ、全国どこもありますけども、そんなにお金をね使っても、結局15歳18歳になったら町に出ていくので意味ないんじゃないかということなんですけども、そうなんです。だからこれはもう一つの町とか市でやってもしょうがない、これはもう日本全国でやらないとダメだと思います。結局その横の市が子育て支援が厚いから横に引っ越したからといって、別に、日本にとって何のプラスにはならないですからね。で11個目の人口政策について、町の存続や活気、情勢の基盤になるものだと思います。まあ、町の存続が厳しくもしなれば、やっぱり合併もやむを得ないかなと思います。まあ、大川市とか、そうですね、筑後市とか、まあそのトップ次第だと思うんです。そのトップ次第が、話が、合意が取れて、議会の方に提出できるんであればできると思うんです。だからもう周りのトップ次第だと思います。そうなったらですね、活気情勢に関してはやっぱり若い人たちがやっぱ住みたい、特に女性の方が住みたいという街づくりが一番だと思います。まあ、お子様ができるためにはね、女性の方がいないといけないですけど、私も、私の妻はフィリピン人なんですけど、まあ、普通日本に来たら喜ぶ、日本に来たいっていうね、東南アジアの人多いんですけど、まあ、正直大木町に住みたいとは言っていただけないかったので、結構苦労しました。で、まあ、そういうのもあって、やっぱり女性が住みたいという町づくりにですね、まあ、今はこれって言われるとないですけど、そうするような、まあ施策をいろんなちょこちょこやっていく必要があるのかなというふうに思います。
12個目の少子高齢化、まあ、どんどん人が外に出ていくんじゃないかということなんですけど、そうです、まあ基本的にまあ電車もあるし、まあ遊ぶところで久留米とか探しに行けば遊ぶところいっぱいありますし、車があればですね、まあ問題ないと私は思ってますけどね。まあそれよりもどっちかっていうと、やっぱり所得の所得が上がってくれる、でまあ楽しいことがある、まあ、そこに尽きるんだと私は思います。13個目、企業誘致、大規模農業法人の設立について、まあ企業誘致、これはもうもちろんやっていくつもりです。今までもまあたまにその企業で工場とか視察に来てらっしゃったとことかもあったんですけど、やっぱり条件が合わない、まあ、土地のが大きい土地がないって分かれてるじゃないですか。それとか、まあ、下水処理、下水道がないといけないとかっていうのがあって、まあ、そういった選定に入らなかったんですけども、まあ、これは結構県とかにこういう案件が来たりするんですね。大きい工場であったり企業ね、なんでその県と、まあ、やっぱり密接に連絡を取り合って、まあ、そういった案件があったらこっちから食らいつくみたいな営業が必要なのだろうなと思います。今の調整でいうと県とかのパイプはすっごい細いですね。まあいろいろ政治的なものもあるとは思うんですけど、まあ、人格とかその人のキャラクターとかもあると思うんですね。なんで、まあ、営業に関しては私ね、ずっと個人で商売ずっとやってきたのもあり、個人的に自信はあるんですけど、自信はあるけどかなり戦略を練らないと、まあ、実現はしないかなと思います。それはやっぱりトップになってみないとちょっとはっきりは今言えないとこですね。大規模農業法人の検討を推進をしてほしいということなんですけど、大規模農業法人、なるほどですね。なかなかちょっと私も今考えたことなかったんですけど、ちょっと検討してみます。はい、ちょっと今すぐにはちょっと答えができ出かねるところですね。でも面白い発想ですね。そんな思ったことなかったですね。で14個目、環境の町、大木町として産業振興について、まあキノコ、アスパラ、農産物、環境と農産物のこの2つの課題は非常に相性のいいテーマだと思いますので、もっと連携した PR 等を行っていけば大木町産品のブランド向上にもつながりますし、販売増に貢献できるのではないかと思いますと。環境の町、大木町のシールを貼る等の施策、売り出し方はできないでしょうか。きっとブランドの向上、販売増につながると思います。まあ今のところほとんど農産物を JA に出して、 JA さんが売ってるので、その大木町としてのシールは貼れないですよね。今の JA さんの仕組みで言うとですね、まあ県南とかその JA さんのこう組織がこう分かれてるじゃないですか。だからそこの一発でやるんだったらいけると思うんですけど、ただ普段あまおうとかっていうのも、あれ福岡県の農業資産試験所かなんか作ったものを福岡県でやってるみたいな感じなので、そこに大木町って載せることは、まあ、現状は無理ですね。まあ、新しい他のなんかその大木町とかで開発をした農産物であればねいいんでしょうけど、ちょっとですね、今の農業の仕組みとはちょっと合致がちょっとできないですかね。で15個目、ふるさと納税について、まあ、ふるさと納税に今後も力を入れていくべきではないでしょうか。まあそれは本当にそうです。
もうこの何年ですかね、4、5年ですか、ずっとふるさと納税はかなり、まあ、いろいろ試行錯誤やってます。でもうこれ以上はもうやれないっていうところで、他の業者さんにね、サイトの運営なんか任してるんですけども、まあ、とりあえずその状況を見て、まあ、私的には外注にして結局何も変わってないと思うんですけど、まあでも費用が輪っかで仕事を投げてた時とあんまり変わらないので、ほとんどなので、そうですね、まあ新しい商品開発、これに限ると思うんですけど、今はとりあえず営業の仕方、今まで輪っか、まあ大木町でやってたんですけど、外注でちょっとプロに任せてみましょうっていうところの今状況なので、それを見て、それがうまくいくんだったら、まあ、その路線で、うまくいかないんだったらまた大木町に戻して、自分らで商品開発からなんかしていくということでしょうね。16番、調整全般について、まあ、いろんなすぐ実行したいことに対する予算額、そのための財源をどのように考えていますか。まあ、マイクログリッドの中止に関しては私はまあ費用かかんない、まあ、もちろん三島建設さんというところが実際動いた、まあ、人件費とかちょっと注文してしまった何ですかね、まあ、マイクロチップみたいな、ああいう特殊なやつの分はちょっと払わないといけないと思うんですけど、それまあほとんどお金かかんないと思います。それ以外に学校規則の変更とかも予算かからないですし、まあ、アクアスの再生に関してはちょっとお金かかるかもですね、何千万かですね、そういうその1日入れるようにするためのこうちょっとこう部屋を作ったりするのに、まあ、それはまあ、波のある予算でも言ってるように、財政指数がすごく町はいいので、もうちょっと借金できるところは借金に回して、で現金をこういう山積に持っていく、投資の部分に持っていくというので全然解決できます。17番、一番実現させたい施策について、あると思う。一番実現させたい施策を一つだけ挙げてください。まあ一番立候補した理由の一つにも挙げてる一つなんですけど、やっぱりマイクログリッドどうしても中止したいっていうのがあるんで、まあ、これは実現させたいですね、必ず。で18番、社会構造の現在と街の在り方について、マスク、ワクチンなど、治験のワクチン接種により多くの人々が健康被害を受けておられるが、それについての見解と今後の対応を聞きたい。それでこの町はいわゆるその保険事業ってないんですね。保健所が町に、まあ大きい町ちっちゃいので、そういう保健所とかの仕事が町にないので、ワクチンと接種とかはその実際にワクチンを打つところとかは町で担当してますけど、その何ていうんですかね、そういうところは町には全く関係がないというか、関係なくはないんですけど、そういうのをできる予算も足もないですね。なんでコメントを差し控えときます。で19番の安全保障について、岸田首相は安全保障として防衛費を大額増額を閣僚決定した。日本の食料費は自給率は4割を切る。本庁としての安全保障として何を重視するのか。本庁の安全保障、本庁の安全保障というとちょっとなかなか、いわゆる国防に関するところは町は何もできないし何もないんですけども、まあ戦争で何かあった時にの影響が、まあ、災害として唱えるのであれば、
消防隊の人たちの活躍が、まあ、実際のその災害等の対応に当たったりとかしてるんですけども、まあ災害等に関してはあのいろんなものを備蓄をしてます。まあ、マスクにしろ、まあ、そういったその空気のボートにしろ、まあ、そういったものをまあ充実していくしかないのかなと思いますけどね。あとはまあ一つ案として何かしらそのドローンとかを使っていろんなまあ調査とかそういうのができる業者さんがあるんで、そういうところと契約をいざという時のためにしとくとか、まあ、そのぐらいしかないのかなと思いますけど、20個目のリーダーシップについて、目標達成機能と集団維持機能と2つありますが、どちらに強み、弱みがあると思いますか？私はどちらかというと目標達成機能の方が私は強いですね。集団維持機能に関してはどちらかというと他の、スタッフさんに任せてきたことが今までは多いですね。で、まあ、これからも、まあ、私が強みは生かすのは強みを生かしていきたいと思うので、どちらかというと私は目標達成をするために私が動いてそれをサポートしてくれる人を、まあ、いろんな、まあ、課長さんとか副町長とか教育長とか、まあ、そういうところに据えたいかなとは思いますけどね。で、21個目、町役場の民主的運営体制について現在若い役場では早期退職や若い職員の転職のための退職があり、職員の応募者も少なく補充が難しいと聞いてますと。町長のトップダウンだけでなく職員からのボトムアップの仕組みも必要だと思ってます。ボトムアップ、そうですね、まあ職員さんの意見を広く聞いてそれを実行させる、任せるっていうのはね、すごく大切だと思ってますね。それもちろんやろうと思ってます。はい、だからまあ結局これはまあコミュニケーションをうまく取れるか、まあ、向こうが意見を出してくれるような雰囲気があるかどうかっていうところだと思うんですけど、それのに関しては私はまあ今よりも柔らかくやれるんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあ、キャラも私もちょっとふざけてるって言われる時ありますけど、まあ、そのぐらいないとダメなのかなと思います。22番の大木町の職員年収と町民の平均年収を聞きたい。職員の年収、まあ課長さんクラスからまあね、新しく入った人25万とか多分そのぐらいだと思うんですけど、課長さんクラスだと多分4、50万ぐらいじゃないですかね、月に。町民の平均年収っていうのはまあ町は正直農家さん多くて、農家さんは割と収入わかんないですよね。実際のところはなんでわかりません、私も。23番の市町村合併について大きい町は小さい町単独であるがゆえのメリットもありますが、大きな自治体に比べてスケールメリットが効かず、まあデメリットもあると思いますと。市町村合併については議論が必要であると感じてますか？はい、私はもう合併するべきだと思ってます。もう縮小していくのは、まあ、予算も人口が減るのも見えてますから、もう合併するしかないと思います。ただ合併するにはさっきも言った通り、その他の町長さんとかその議員さんとかとの、まあ、交渉が必要で、まあ、そこでなんかいろんなこう皆さんのね立場なりで意見が合わない、まあ、人数が増えれば増えるほど、まとまらないことが多くて、まあ、うちの町もそうだったんですけど以前なんで、みんなここはやりたくないと思うんです。まとまらないのでなかなか。でも私はやるべきだと思ってますので、まあ、トップになれば他の市町村のトップと一緒に仕事することも増えますので、
まあ、そういった折に、まあ、その話をねしていきたいと思います。でもまあなかなかこれは難しいのは、実際難しいと難しい、その前はね、あの補助金が国から結構出たんです、その合併とかした時に、あと借金も新たなこういう借金も使えますよって合併債っていうのがあって、そういう有利のがあったのが今ないですからね。まあでもやるという方向になれば、まあ国にそれはまたお願いすれば出してくれるかもしれないので、まあ話し始めることだと思います。はい。で24個目、自治会移行について、現在大木町では自治区移行が進んでますけども、それに対して、どう思いますかと。今回の自治区移行に関しては私はまあずっと反対をしてましたし、あの意味ないと思います。あのいくら自助、いわゆる皆さんで皆さんにお金を出すから、区にお金を出すから、その中で自分らやってくださいねって言っても、あのいや大きい、割とその人が多い、まあ、大住とかあの辺のね200人とか400人とかああいう大きいところは若い人たちがいっぱいいるので、あのその中から、まあ、やり手はな、あの、まあ、回しでもいいですし出てくると思うんですけど、もうちっちゃいもう30世代とか50世代とかしかいない、私のいるとこなんかはやっぱりもう全然もうなり手がいないので、あのそんなお金投げられてもやれないですよね。かといってそのお金くれるって言ってもそんなにその業者を雇って掘りを掘り起こすみたいな、そんなお金はないので、もう全然私は意味ないと思います。まあ、それよりもまあまあ、そのさっきその何だっけ、そういう連絡を回覧板でやってるのをもうちょっとこうもう LINE でやっちゃうとか、まあそっちの方が大切だなと思います。なのでずっと反対してました。で25個目、女性活躍について、女性役員はほとんどいないので、女性活躍推進をどう進めていきますか。なんか今の現調整とか、まあ役場の人たちが考えている、まあ考えているというか、まあ目標にしてはなんか 30% ぐらい女性のそういうなんか役員の人たちを、まあ職員さんも含めて増やしたいっていう目標は立てているんですよね。まあ多分これはただ目標だけで、そのなんかそのそこの数字にこだわる必要は私はないと思うんですけどね。まあ、実際そのやりたいっていう人がね、やりたいっていう人がまずやりたいっていう人がなんか出てこないんです今。あのそれも男性女性かかわらずですよ。なんでその辺の機運を変えないといけないので、もうそこは数字にこだわっても仕方ないなと。ただまあ例えば職員の課長さんの女性を増やしたいとか思うんですけど、もともとそこに来るまでの女性の数が少ないですからね。まあ、できれば副町長に女性の方になってほしいと思うんですけど、うん、まあ、やる気がある人にですね、はい。26個目、行政組織について、町の行政組織の課の再編をしているが、この組織編成についてどう考えているのか、また市長となった時に行政改革を行うのか。行政改革は行いますけど、組織編成を私はしません。なんか他の候補、広松候補なんかは今二重で仕事、同じようなことをやってる部署が結構あるので編成をし直したいって言ってるんですけど、もうごちゃごちゃ変えすぎだと思います。2年前も変えて、また1年前も変えて、また変えるっていう、もうちょっとまあ、今は変えるべきじゃないと私は思います。27個目、アクアスの運営について、アクアスの財政を圧迫するのではないかと心配していると、見解を、候補者の見解を聞きたいと。まあ、さっき言った通りですね、同じ質問ですかね。28番、女性活躍について、現在町長、副町長、教育長は男性、副町長、教育長に女性の登用を考えているのか。副町長には女性、教育長にも女性をしたいとは思ってるんですけど、まあそういう人がいればっていう話ですよ。そのいや、やりたいですって言ってくれれば、そら
もちろん喜んで、その人の能力があれば喜んでお願いしたいと思うんですけど、まあ、そういう人が出てくれないかなというふうに思ってるところです。29番、少子化について、保育園による子どもの確保や保育士の確保が競争になるのではと心配するが、候補者はどう考えているのか。そうですね、これ国の方が少しずつお給料を上げてくれてるのはね、上げてくれてるのかな、確かね。これは今すぐ答えはちょっと私にはないですね、すいません。で30番、高齢者の免許返納後の移動が大変ですと、デマンドタクシーなど支援が欲しいという声は多い、この件に対して具案、同じ質問ですね。共同の町づくり、町民との関係性をどう捉えていくのか。町民との関係、まずその町がやってることが本当一部の人にしか伝わってないと思います。そのまあ若い人があまり興味ないっていうのもあるんですけど、だからその興味が持てるようなあの行政の動きをしないといけないと思うんですね。なんでまあ私はまあこうやって YouTube とかあの SNS とか使ってまあ情報発信してるんですけど、やっぱりあんまり硬すぎてあのいわゆるまあ国の政府発表みたいなスーツを着て、だらだらだらとまあシナリオをね読むっていうのは多分まあ、若い人たちが興味がなくなる理由の一つだと思ってるので、まあ、ある意味もう服装関係なしにもうぶち当たりあのその時のアドリブでガンガン説明していく、まあ、そのくらいの時間スピードが必要かなというふうに思います。32番、関係案内書について、機能しているのか、今後の活用なり対策なりを伺う。機能してないですね、全然。でまあもうやめるか、決めます、私があのトップになったら。まあいろいろ細かいことはちょこちょこやってるっていうふうには聞いてるんですけど、別にあそこの場所がなくてもやれられることの方が多いので、まあ、多分もう閉めると思いますね、私はね。はい、以上になります。これで全部だと思います。なかなか最後まで見ていただけた方が少ないとは思うんですけど、まあ、一応せっかくね出していただいているので、こういう形で答えさせていただきました。それではまた今日も選挙3日目、ね、今から今日の一日のプランを考えて外に出ろうと思います。それではまた、バイバイ。